さあ、ってことで、お手洗いも済ませて、横に田所商店がね、入ってるんですね。なんでそれも行ってきましたけど。とにかくまず全般的にめちゃくちゃ綺麗。ほんと出来立てなんですね。こんな感じで。このね、画像でもあれやと思いますけど、ちょっと明るいうちの時にね、撮っといた写真もありますんで、差し込んでおこうかなと思いますけど。トイレもね、めちゃくちゃ綺麗。もう、ベランダに綺麗。で、結構使用中かどうかが分かりやすいようなね、表示の工夫とかもしてあって面白かったですね。パネルが、人が入ると、よく扉から閉じると、ライトが赤色に点灯変わるってやつがありますけど、あんなような感じなんですけど、もっとね、物理的な感じで、扉が閉まるとパネルが90度動くのをね、利用して、赤いパネルが上を塞ぐもんで、使用中ってパッと見て分かるような感じっていう、電気使わない感じでね、作ってあるのが面白かったなぁと。あれは多分普及しますね。あれはベランボーに分かりやすいし、電気使わねえし、しかも、基本的には、狂いが、用がない、あれなんで、センサーとかそういうのじゃないですからね。あれはいいかもしれないなぁ。で、そう、田所商店さん、ファミリーマートが真ん中にあって、まあ、お土産の売店も借りて取ってて、奥のところ田所商店さんのところも、なんか売店も借りてる感じでしたね。テイクアウトのなんか、ものとかもいろいろと置いちゃったりとかして。で、なんか、テントのテナントで、サイフォンコーヒーなんか入れてる、ところがありましたね。ちょっと気になったんですけど、先にも申し上げました通り、ただでさえトイレの近い山田さん、今からね、コーヒー飲んじゃうと大変なことになっちゃうんですね。多分10分ぐらいでおしっこって言ってますからね。で、今ちょっと落ち着いたところで、走行再開しましたよと。いうことで、ここからアーグイの方にね、アーグイからハンダの方にずっと入っていく感じですね。ハンダ自体は、うちの動画でも、鉄道の方に行ってますよね。竹豊町の方に行ったりしてるやつとか、竹豊も、まあ、ハンダの方ですしね。あとは、なんだ、竹豊線に乗ったりだとか、あとは、名鉄もね、宇都宮線とかあっちの方に乗りに行ったりとか、甲和線とかね。山とかも綺麗ですし、順調に行けそうですね。で、一応半田道路を完全走破の喋りにしてると思いますけど、多分そのまんま半田南道路を直通しても半田南もまとめていっちゃおうかなと思ってますんでね。あばよくば海底トンネルあるところがあるんで、そことかもね、行けたらなぁなんて思ってますけど。中部空港まで22キロなんですね。さすがに、今はね、空港がね、多分大混雑だと思うんで、あっちの方を先行かなと思いますけど、でも本当はね、JR 西日本ターミナル駅完全制覇のための続きでね、和歌山とかあっちの方ね、潰しておこうかなとも思ったんですけど、だって今、関西空港も、地震にプラス、羽田空港のね、火災事故があった兼ね合いで、関空もかなり混乱してるっていうことなんで、ね、もうちょっと、あまり、ふらりと行ける状況ではないかなということでね、やめときました。で、このね、一回この有料道路完全走破の旅、完全制覇系で言うとね、完全走破っていうシリーズもね、ちょっと立ち上げても面白いかな。車系のやつはね、やっぱし、ね、車の方のが、話しながらできたりとかね、設備も、ね、整ってるんで、これね、アグイ町ですね。たまに、県外の人は間違えて、あくび町ってね、呼んでしまったりするときありますけど、空がね、ぐーって濁って、で、代わりに B は濁らずに、火の音も消えて、あぐ、火に、あぐ、いになるっていうね、
なかなかちょっと、手元で狂わされるようなあれですね。言われたらまあ悪意かってなりますよね。あ、でここに悪意にもパーキングエリアあるんや。せっかくなら行ってきましょうか。飲み物追加買っといてもいいし、ここは前からあるのかな。まあ中部空港入ればいいここでね、小休止と時間調整とかねしてもいい感じやかな。あ、でも結構綺麗やな。アンパンマンおる。斜めのところは距離感が突っ込みにくい。こんな感じですね。結構綺麗だな。ちょっと見ていきましょう。